吉幾三が曲作りに貪欲だ。来年、音楽を学ぼうと海外に旅に出る。俺ら東京さイグだ。雪国などのヒット曲を生み出してきた。シンガーソングライターは、もっと日本に音楽を残す、と鼻息が荒い。先月、バラエティ番組で発して、話題になった引退宣言の真意についても語った。引き際のことを聞いても明るく、ユーモアたっぷりの育3節は全開だった。古希を過ぎて頭がこのハゲって、言われる前に辞めるつもり。誰にも忖度しないであと5年。50周年が目標だな。3月にデビュー45周年イヤーに突入した。歌手として1曲も原曲キーを下げることなくコンサートで歌い、ソングライターとしてシングル、ララバイの収録曲3曲をすべて、作詞作曲するなど、精力的に活動。芸能プロ、吉プロモーション。関連会社、幾三音楽出版の社長として社員約10人を抱え、奔走している。そりゃ大変だって。弟子も育てないといけないし、とにかく45周年を走り切って、放浪の旅に出るよ。45年もやってきたんだから、1年ぐらい時間ちょうだいよ。放浪の旅。でも休暇ではない。50周年に向けて充電するため、欧米や南米、中南米を回って音楽と触れ合う。来年4月に旅立つ予定で、仕事があれば帰国して、またすぐに海外に行くという。来年はほとんど日本にいない。たまにバラエティ番組に出たり、中途半端なことをしているんだったら、曲を作ることに専念した方がいいと思ったんだ。日本に音楽を残したい。いろんなバリエーションの音楽をさ、曲作りのインスピレーションを得るための勉強の旅。記者が感心していると、他にもいいことがあるかもよ、とぼそり。男女の忖度だよ。それを人は不倫と言いますか？いや、雪吊りの恋だ。一線越えにちゃうかも。またまた旬のワードを使って笑わせてくる。引退宣言は誤解だった。先月放送のフジテレビ、ダウンタウンナウで。僕ね、45年で人生を終えようと思ってる。歌うことをね、と歌手引退を宣言。番組内で来年3月まで歌って。ちょっと休むと修正したが、ネット上で引退と広がった。番組で引退表明なんてしないよ。ファンに申し訳ない。歌手活動をしばらく休むっていうことです。実は97年にも引退宣言をしている。常習犯と思いきや、今まで辞めると言ってきた時は、実は入院していた。病気で休むって言うと何の病気か説明しないといけない。それが嫌でさ、と意外な真相を告白。排水種などでの長期休養を引退宣言で、カムフラージュしてきたという。45年間で一番の転機は、千正男との出会いだった。アイドル歌手、山岡英二で、73年にデビューしたが売れず、4年後に吉幾三に改名し、自作の再デビュー曲、俺は絶対、プレスリーがヒット。これを聞いた千が、面白いやつだ、と吉に声をかけ、付き合いが始まった。再デビュー後もしばらく売れなくて、もう歌手を辞めようと思った時に千さんに、お前の頭には何百億の才能が眠っているって、説得されてさ。84年、千がプロデュースした、俺ら東京さイグダがヒット。86年の雪国は、コミックソングから演歌に路線を変えたことで、千の猛反対にあったが大ヒットし、男二人で抱き合って喜んだ。千さんに出会えたことが大きい。そして一番支えられたのは家族。売れない時代に女房の貯金を使い果たしちゃった。女房には本当に感謝している。私生活では孫が5人いる。おじいちゃんは世界を飛び回って、貪欲に音楽と向き合う。プロになって4年半後、吉幾三に改名して再デビューした。よし、幾三という意気込みの芸名だ。人気歌手になり、両親を喜ばせている夢を何度も見ました。自分で作った、俺は絶対、プレスリーが、最初のヒット曲となった。だが、次の曲が売れず、
苦しい生活に逆戻りした。1982年、30歳で最初の病魔に襲われた。腸にポリープができる潰瘍性大腸炎で、下血があり、血圧が下がった。集中治療室で輸血と点滴が続いた。3人目の子が生まれたばかりで、入院費はなかった。ピンチでした。収穫もあった。入院中に、後で7年ぶりのヒット曲となる。俺ら東京サイグダを作った。コミカルな歌詞で、アメリカではやったラップ音楽を取り入れた。人気歌手の千正夫さんが、レコード化を支援してくれた。その一足先に作詞作曲して、千さんが歌った津軽平野も大ヒットした。個性的なキャラクターが評価されて、86年 NHK の大河ドラマに出演。自ら作った雪国も人気となり、演歌歌手として認められた。夢だった紅白歌合戦に、この年から16年連続で出場した。さらに次の自作酒よも名曲になった。仕事は順調だったが、疲れが溜まっていた。点滴注射を打ち続け、いつ倒れてもおかしくない状態になっていた。吉幾三さんは青森県出身で、1952年11月11日生まれの68歳です。1973年に歌手としてデビューし、現在はタレント活動などでも活躍していますね。紅白にもこれまで16回出演しているということで、国民的な人気歌手ですね。そんな吉幾三さんですが、結婚したのは1975年です。デビューして2年で結婚したんですね。その10年後に結婚式を挙げたそうですよ。結婚式は吉幾三さんの故郷で地を挙げて、お祝いが行われたそうですよ。多くの人が集まって盛大に行われたということです。ごい人だかりだったそうです。盛大に祝われたということで、奥さんにとっても最高の思い出になったのではないでしょうか。二人が出会ったのは小笠原ツアーの船上で、吉幾三さんが船酔いしてデッキでギターを弾いていた時に、同じく船酔いしていた奥さんがそこにいてギターを聞き知り合ったそうですよ。当時吉幾三さんは東京でレコード店に勤務していて、奥さんは宮城の製薬会社で勤務していたそうです。お互いに遠くにいて遠距離恋愛だったそうですよ。その後吉幾三さんが奥さんの実家に行って、粘って親を説得し結婚の承諾を受けたそうです。当時の吉幾三さんは安定した職に就いていたわけでもなく、フラフラしたように見える生活をしていたために、奥さんの実家には反対されていたのでしょうね。結婚後もなかなか売れることがなく、奥さんも苦労していたみたいです。吉幾三さんの奥さんの名前は鎌田ことぶきたすく子さんと言います。奥さんについてはあまり詳しい情報はないということで、一般人の女性の方のようです。製薬会社で働いていたそうなので、普通の OL さんだったみたいですね。画像とかも検索してみたのですが、情報がありませんでした。テレビとかにも出演したという情報はないみたいなので、あまり表に出るのが好きではないタイプのようですね。ことぶきたすく子さんは吉幾三さんが売れない時期でも献身的に愚痴もこぼさずに支えてくれたそうですよ。結婚から10年後には立派な結婚式を挙げていますし、吉幾三さんも奥さんに本当に感謝しているみたいですね。奥さんのことぶきたすく子さんもこの盛大な結婚式で多くの方に祝福されて感極まり涙を流していたそうですよ。本当に素敵な話ですね。2021年現在の情報はありませんでしたが、現在もお二人とも仲良く過ごされているのではないでしょうか。吉幾三さんには子供が3人います。長女は慶優さんという名前で歌手活動をしていて、次女は寿光美という名前で芸能活動をしているそうです。徹子の部屋ではこの寿光美さんと一緒に出演したそうです。3人目のお子さんについては情報がありませんでした。芸能活動とかをしていれば名前が出ているでしょうから、芸能人ではなく一般人という可能性が高そうです。父親が吉幾三さんだといろいろと周囲から気を使われたりして、
大変ということで名前は伏せているのかもしれませんね。KU さんも歌手として活動していますが、ネット上の一部では親の七光みたいなことを言われてしまっているようですし、なかなか大変みたいですね。親がこれだけすごい人だとプレッシャーもありますし、大変そうですよね。二人は番組で共演したりもしていますし、仲は非常にいいみたいですよ。ジュ・ミツミさんも KU さんも結婚していて、娘がいるということで、吉幾三さんには孫が5人以上いるなんて言われているそうですよ。孫には優しくデレデレなんだとか。素敵な奥さんと娘、孫に囲まれて幸せいっぱいという感じなのではないでしょうか。3人目のお子さんは息子さんという情報がありました。芸能活動はしておらず、青森でカフェレストランを経営しているそうですよ。青森のローカル番組で取材されたこともあるそうですし、美味しいと評判のお店のようです。芸能活動はしていませんが、レストラン経営者として成功しているようですし、吉幾三さんも喜んでいるのでしょうね。吉幾三さんの青森の自宅は津軽のホワイトハウスと言われるくらいにものすごい立派で、敷地もすごいということなので、人生の成功者という感じですね。最初の頃は苦労もあったようですが、今はすごい売れて苦労も報われてよかったですね。健康には気をつけて、これからも長く活躍していってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。